ソッピースクックーソッピースクックーは、イギリス海軍航空隊とその後継組織であるイギリス空軍によって使用された副用来撃機。当初、T1 と呼ばれた本機は特に防艦からの運用を考えて設計された初めての非水蒸気であったが、第一次世界大戦には間に合わなかった。大戦終了後、T1 はクックーと命名された。1916年10月、 イギリス海軍航空本部の航空機製造部門の長であるマレー・スーター大将は、ソッピース社に1000本の魚雷1本と4時間飛行するのに十分な燃料を搭載できる短座航空機を要求した。ソッピース社はそれに応えて、支中が変翼に3回ある大型の服用機 T1 を製作した。T1 は航空母艦の甲板から行動するように設計されており、 主翼は後方に折りたためるようになっていた。T1 は四秒で飛行乾板から発進することができたが、着艦フックを装備しなかったため、着艦は不可能だった。また胴体下に千ポンドマークナイン魚雷を喧嘩するため、主脚の車軸は左右別々だった。T1 の試作機は二百馬力のイスパノスイザ八 b a エンジンを装備して九百十七年六月に初飛行した。 公式試験は1917年7月に開始され、8月には海軍本部が100機の発注を行った。しかし契約者となったフェアフィールドエンジニアリング社とペグラー社は航空機生産の経験がなく、生産は父として進まなかった。また、イスパのスイザ8エンジンはその限られた供給を SE5R 戦闘機に優先的に割り振られていたため、 T1 はより重いサンビーム、アラブエンジンを装備する要塞設計が行われたが、それがさらに生産遅延を招くことになった。1918年2月、海軍本部は経験豊富な航空機メーカーであるブラックバーンエアクラフト社に生産指示を行った。ブラックバーンは1918年5月に最初の T1 を提供した。 T1 はすぐに主脚遠ぞりに問題があることが発覚し、その部分の再設計が必要となった。また、T1 には右に曲がる傾向があり、それを解消するために方向弾の拡大と垂直尾翼取付角の変更が行われた。イギリス空軍イーストフォーチュン基地で実用試験を行った後、T1 は部隊に配属された。イーストフォーチュンの来撃機学校に配属が、 始まったのは1918年8月初めのことだった。フェアフィールド社は8月、ペグラー社は10月にようやく生産を開始した。訓練魚雷を投下するクックー T1 は対戦中には実戦に配備されなかった。本機は機体が頑丈で着水しても安全だったため運用するパイロットには好評だった。また操縦が容易で魚雷を搭載していないは 極限飛行も可能だった。しかしアラブエンジンの性能は十分でなく、およそ20機はウォルズリーバイパーエンジンに換装された。後にクックーマーク2と呼ばれるその機体は、バイパーの回転軸の位置が低いことによって見分けることが可能である。アラブエンジン装備型は、後日クックーマーク I と解消された。T1 は全部で300機が発注されたが、配備は 対戦終結により90機にとどまった。1919年に生産が終わるまでに完成したのは合計232機だった。内訳は、ブラックバーン社が162機、フェアフィールドエンジニアリングが50機、ペグラー社が20機である。T1 の多くは休戦後、直接レンフルートニューカーソルの保管基地に送られた。クックーの最後の舞台である。 第210飛行隊は1923年4月1日にコスポートで解散した。後継機はブラックバーンダートだった。現在、クックーの完成機は残っておらず、わずかにスコットランドの国立飛行博物館にマーク愛の主翼1セット。1917年、スーター大将は艦隊基地に停泊中のドイツ太陽艦隊に対して航空機による 魚雷攻撃をかけることを提案した。その計画では、北海の航空母艦、アーガス、フューリアス、カンパニア及び巡洋艦を改装したカレージャストグローリアスから100機のクックルが発進することになっていた。1917年9月、グランドフリート司令長官サー・デービッド・ビーティ提督も、それに類似した8隻の改装商船から120機の クックーを発進させる計画を提案した。訓練はファーストフォースで行われ、複数のクックーが駆逐艦に栄光された標的に訓練用魚雷を投下した。1918年11月、ついに第185飛行隊のクックーが、空母ーボアーガスに搭載されたが、実戦行動に入る前に交戦が終了した。クックーマーク、愛主要な生産型。サンビーム。 アラブエンジン装備。クックーマーク、ツーマーク、アイのエンジンをやはり200馬力のウォルズリー、バイパーエンジンに換装したもの。クックーマーク、スリーエンジンを275馬力のロールスロイスファルコンに換装した試作型。ソッピース B1 スパノスイザ8エンジンを装備したタンザ爆撃機。2機試作。イギリス日本出展、ブリティッシュネーバルエアクラフトシンス1912。 初言性脳武装、ありがとうございます。